じゃあ銀伝のアルファ姫メールの外編が終わりましたが、はい、率直に感想をお願いします。はい、両国大会前の大事な後楽園ホールの試合なんですけれども、もうここを突き破ってですね、両国国技館のあの大きな会場の花道をこのベルトを持って歩くという気持ちでいっぱいです。前回は引き分けに終わったわけですけど、今回決着をつけなきゃいけませんが、そのアルファフィメールという選手に対してどういうことでしょうか。なんかね、パワーもあったし、テクニックもあったし、なんか受けたことのない技をやられたりとか、ある意味本当今まで自分が戦ってきた外国人選手の中で一番じゃないかなっていう感じがしました。最後に、コロペンの番組お願いします。はい、私今日ニュースで3月17日に東京の桜が咲くと見たんですけれども、高橋七重はずっと散らない桜として、ずっと咲き続けていきたいなと思ってますので、次必ず V8 しますので、その姿をぜひ皆さん見に来てください。皆さんにファッションと笑顔を振りまきたいと思います。よろしくお願いします。